マオラ・オジェティエゴヌは、イタリアの女子バレーボール選手。ポジションは、ビングスパイカー。イタリア代表。1998年、イタリアのチッタデラ出身。2013年より、クラブイタリアに所属している。2015年に、ペルーで開催された U18 世界選手権にて、初優勝に大きく貢献し、自身も MVP を受賞した。 2016年のリオ五輪欧州大陸予選では、レギュラーに抜擢されると3位となり、世界最終予選の出場権を得た。同年5月のリオ五輪世界最終予選でも途中、出場となった日本戦で18得点を挙げ、本大会の出場権を獲得した。同年8月のリオ五輪に出場した。二千十七年のワールドグランプリで銀メダルを獲得。二千十八年に、 日本で開催された世界選手権では全選手トップの324得点を挙げる活躍で準優勝を果たし自身も大会のベストオポジット賞に選ばれたナイジェリア人の両親のもとに生まれる彼女の父のアンブローズはイモシュ出身のイボニンであり母親のユーニスはベニンシティ出身です彼女には二人の兄弟がいますアンジェラ・エゴヌはイギリスと イタリア国籍を持っています。いとこのテリー・エンウェオングもバレーボール選手です。パオラ・エゴヌは、レズビアンを公表した身であり、カタジナ・スコルパット一時的に関係を持っていました。ありがとうございます。